はい、どうも皆さん、こんにちは。マーロンです。今回はね、ちょっと面白い実験をしてみたいと思います。最近手に入れた MacBook Air M2 と、私のデスクトップ PC、そして iPad Pro とね、異なる OS で、えー、性能、スペックのね、比較をベンチマークしてみたいと思います。 私がね、購入前に疑問に思ったのが、MacBook Air M2 の性能がどれくらいなのか、また、Windows PC と比べるとどの程度のスペックなのかという点だったんですね。MacBook Air M2 も届きましたので、比較検証をしていきたいと思います。 どうやってね、OS が違うのに検証するのかということなんですけれども、今回利用するベンチマークソフトは、クロスプラットフォームで動く GeekBench と 3D マークの2種類を用意しました。CPU の性能とか GPU の性能、グラフィック性能をこれで調査ができるんですね。クロスプラットフォームで動くということは、 windows mac iOS、android linux とかでね、動くということになります。この動画を見ると、どんなことがわかるのということですが、この動画で MacBook Air 2のベンチマーク結果を出しますので、あなたの持っている PC でもですね、ベンチマークをしてみると、その ベンチマーク結果を比べることでですね、大体の性能が比較できるんじゃないかなと思っております。まあ、自分の、ね、持ってるパソコンと私の MacBook Air M2 のベンチマークを比較してみて、まあ、自分のパソコンよりもこれくらい MacBook Air っていうのはスペック性能があるのかなということを比較してもらえればと思います。 ただベンチマークテストですので、まあ、リアルな個人の仕様によっては多少ねえ異なるかもしれませんのであくまで参考ということにしていただければと思いますそれではいってみましょうはいそれでは今回比較するデバイスのスペックは というところでご説明をさせていただきます。今回は MacBook Air M2 を使います。スペックはですね、M2 チップ、そしてメモリーが1 6イトそして SSD が1イトの MacBook Air M2 でございます。で、主なこの MacBook Air M2 の特色ですが、ファンレスデザインで静かに動作する。そして高いバッテリーの持続時間、そして m a c OS とということですね。Apple、えー、の最新の M2 チップを搭載しています特に注目すべきはファンレスデザインによって、まあ、静かな動作と驚くほどのバッテリー性能そして高い性能スペックを持ってるということでございますはい次にですねデスクトップ PC ですけれども 私のデスクトップ PC のスペックは、インテルの Core i7 ですね。そして64のメモリーを積んでおります。そして SSD は 2TB ですね。その他に外付けのハードディスクを積んでおります。グラフィックボードにつきましては、RTX4070Ti を積んでいます。特色をまとめますと、高い拡張性と強力 なグラフィック性能を持っていいる Windows 環境でございます、まあ、このデスクトップ PC はですね、主に仕事ですとか、グラフィックの作業などをしたり、あとは動画編集をしている PC でございます。特に今のところ不満はございません。そしてもう一つが iPad Pro の第一世代でございます。こちらはスペックとしては、 CPU が A の 12X。そして SSD は 512GB でございます。ちょっとね、メモリーについては不明でございます。特徴としては、軽量薄型で、高解像のリキッドリテナディスプレイでございます。で、iPad のね、OS 環境ということで、いわゆる iOS を積んでる。 とというところですね、まあ、この iPad Pro は2018年に発売だったと思うんですけれども非常に高解像度なディスプレイが魅力で購入をしました今回ね2018年でどれくらいのスペックが出るのか楽しみでございますはい、えー、それではベンチマークソフトはどんなものを使うんですか簡単に教えてください ということで、えー、説明をしていきます、えー。今回使用するベンチマークソフトについての説明です。なお、えー、画面録画する OBS を起動すると負荷がかかると思うので、今回はベンチマーク中は iPhone で画面撮影となりますので、少々見づらいかもしれませんけれども、ご了承をいただければと思います。えー、今回利用するのは GeekBench。 というものですが、Geekbench とは何ですかということについてご説明をさせていただきます。Geekbench というベンチマークソフトは特色として CPU も GPU も測定することができると言われています。これによってですね、総合的な性能評価が 見れるのではないかと思って選びました。また操作性も非常にシンプルということで、基本的にボタン一つで簡単に性能測定ができるんですよね。そしてさらに今回は MacOS、Windows、そして iOS などにもベンチマークテストをしていきますので、 異なるデバイス間で性能比較ができるということでえ選んだ大きな点になります。あとさらに詳しく調べたいという時には、えー、有料版、無料版がありまして、有料版ではより高度な機能を利用できるようでございます。今回はですね、ベンチマーク簡単にまず見ていこうということで、無料版を使用していきたいと思います。 はい。それではね、ベンチマークを見るポイントについてもご説明をしていきたいと思います。ま、どんなところをね、見るとどんなことがわかるのということですね。まず、スコアの高さは、スコアが高いほど処理速度が速いということを示しているそうです。そして、シングルコアスコアとマルチコアスク、マルチコアスコアですけれども、シングルコアスコアはですね、一つのコアでの処理速度を示していて、 シングルコアシングルコアスコアが高いほど単一のタスクを処理する際に優れたパフォーマンスを発揮すると言われております。 マルチコアスコアの方はですね、複数のコアで、えー、処理する速度を示していて複数のタスクを同時に処理する際に優れたパフォーマンスを発揮するという指標だそうですそして、えー、メモリーの容量ですがこちらはメモリーの容量が大きいほど複数のアプリケーションを同時に実行できるので、まあ、処理速度が向上するということだそうです 結果の方を発表してみたいいと思いますまずシングルの CPU のスコアなんですけれどもこちらはねやっぱり MacBook Air M2 が2608ということでまあ、他のものよりもね圧倒的に速いという結果となりました。 ま、当然といえばね、当然だと思います。はい。そして、ちょっとね、シングルと、あとマルチを測ってみましたので、マルチの方は、まあ、こちらもね、M2 の方が、ま、1万超えということで、えー、めでたくトップとなっております。思ったのが、えー、iPad Pro がですね、4594ということで、シングルコアではね、そこそこ検討してるのかなと思ったんですが、 まあ、ウィンドウズ系のね、アイナラにも引き離されているという感じでございます。まあ、いずれにしても iPad Pro 自体は、えー、マルチでですね。 えー、動くようにそもそも設計されてないんだなということがこれでよく分かりましたそして、えー、最後に GPU のスコアなんですけれども、まあ、こちらはですねさすがに RTX の 4070Ti がダントツのトップという形ですね MacBook Air M2 が発売されたのがおそらく2022年の7月ぐらいだったと記憶してるんですが、まあ、それよりもね、まあ、半年後に 発売されたということもありますし、まあ、価格帯で見てもね、えー、MacBook Air M2 の一番安い価格帯と、まあ、ほとんど、ねえー、値段変わらない、まあ、RTX4070Ti の方がまあ若干数万円安いぐらいですけれども、まあ、GPU 本体だけで、ね、M2 と同じぐらいの価格帯なので、まあ、当然といえば当然かなと思っております。ということ こで、えーまあ、今回の動画の目的は M2 のスペックを、えー、クロスプラットフォームのベンチマークソフトで測定することによって 所有していて、所有している PC と性能比較をしてみて、おおよそね、M2 のスペックをまあ予測するという感じだったんですが、ちょっと結果としてはこの実験も失敗だったかなという気がしております。というのも、ベンチマークの体感の差よりも、何かがね、MacBook Air M2 の方がこう早く感じる、快適に感じるということなんですよね。 まあ、ベンチマークスペックよりも何割か増しで、まあ、心地良さを感じるということなんですよね。ということでね、ちょっとベンチマークだけでは判断できないなぁと思いました。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。MacBook Air M2 と他のデバイスとの比較をやってみました。参考になりましたでしょうかね。 もし質問や疑問点があればどうぞコメント欄に書いていただければと思いますまた今回の動画で良かった点改善すべき点についてもコメントをいただければ幸いです えー、まだもし、えー、チャンネル登録をしていない方がいらっしゃいましたら、このようないろいろな実験をしてますので、この機会にぜひ登録をお願いいたします。また、いいねボタンを押していただけると、動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。